今日の授業は子どもたちが理科の授業そして社会の授業で学習したことを使って iPad のアプリケーションを使って表現をする授業を行いました。子どもたちがプラスチックゴミから隅田川を救うためのアイデアを班で話し合って iPad のアプリを使って表現をするという授業でした。普段の授業は生徒が知識を得ることにどうしても重点が置かれると思うんですけど、今回は割とその知識を生きた知識として活用して自分の中でアイデアを考えたりこうアウトプットする機会があったので、生徒も普段よりはこう主体的に動けてた部分が大きいかなと思います。なんで理科と一緒にコラボレーションしようと思ったんですか？墨田区なのでやっぱり墨田川のことをやっぱ取り上げたいなっていうところと、3年生として、環境のことを学習していて、ちょうど宇佐美先生と話をしているときに理科でプラスチックのことを学習しているよっていうことだったので、これだったらコラボできるかなと思って今回ちょっと誘って授業をやってみました。プラスチックの性質だったりとか、最初はそういう理科的なアプローチから行ったんですが、社会と一緒にやるっていうことで、それを実生活における本当の問題と生徒が向き合う機会っていうのができたので、理科だけのアプローチからじゃダメだと、社会の現状がどんな風に動いているのかっていうのを一緒に考えながら最終的なアウトプットをしていかないといけない、生徒もいろいろ結構悩みながら最後作品を完成させられたのかなとは思います。あえて自由度を上げるというか、こちら側から提示するものはほとんどなくて、どんなアプリを使ってもいい、生徒がまず誰に向けて伝えるのかっていうのを最初に決めて、そこらじゃあそこに適するにはなんかラジオ番組風にしたらいいかなとか、ポスターで分かりやすく漫画にして伝えたいっていう話とか、そこを上げることによって生徒のなんか主体性だったり表現の仕方だったりも制限なくできたのかなと思います。子どもたちがこういう機能もあるよ、こういうのもあるよってだんだんお互いにこう意見を出し合って、自分たちで効果的だと必要だと思うところアプリを選択して表現をできていたっていうところが、工夫したところかなとは思います。
一つの授業だけではなくて、いろんなこう授業で学習したことが生きてきて今日のこの授業になったかなっていう感じがします。子どもたちがどこまでこのゴールを達成してくれるか、どんなゴールを見せてくれるかっていうところが、こちら側が正直もう未知数で、こちらが想像してないところに来てるっていう感じがします。どんどん吸収していって、どんどん自分たちでなんかもっとより良くできないかっていうふうに考えていく姿がすごく見えます。調べたことをもとに自分たちでアイデアを集めて集約して、その中でそれを表現するっていうところはすごくこう高度というか、なんか一段すごい高いよね。ただ子どもたちにとってはそれを乗り越えた時の成長っていうのはすごく大きいなっていう感じはします。